はい、おはようございます。資源回収から帰ってまいりました、速稼塾の久保でございます。人はですね、情報収集をする方法を間違わなければとっても快適に人生を送ることができるんですよね。その中のいい例で、こういうこと皆さんも感じたことがあるんではないでしょうか。例えばね、テレビは嘘ばっかり言っている、天気予報は当てにならないということなんですよね。例えば天気予報って、今ではネットで無数にいろんな種類の天気予報を見ることができるんですよね。で、天気予報が当てにならないと言ってる人は、当てにならない天気予報にリーチしてるんですよ。当てになる天気予報を探しに行けばいいんですけども、その労力を惜しんでいるんで、ヤフーのトップページを見たり NHK ニュースネット版を見たりして、いや天気予報当てにならないなって思ってるわけなんですよね。そしてテレビの情報が当てにならない、ネットはいろんな情報が氾濫してて分かんないと、真実が分かんないって言ってる方、分かんない情報を取りに行ってるんですよね。だからいつもね、とは言わないですけども、高い確率で真実を語っているメディアを見に行けばいいと思うんですよ。要するに私たち情報の取捨選択の能力が結果に結びついてるってことなんですよね。さあ今日もですね、私の SNS にまあある書き込みがありました。それはですね、迷惑をかける情報をね、出すなということなんですよ。だったら私のとこ取りに来なければいいなと思うんですよ。私のところではないんですけども、世の中には不愉快な情報とか、自分の意にそぐわない情報とかね、自分とは意見の違う情報って溢れているんですよ。で、それが不満なんだったら、自分と全く一緒の意見を探しに行って、そこだけずっと見てればいいんですよね。でも人っていうのは、自分と違った人がどんな意見を言ってるのか気になるんですよね。で、見していただく、聞かせていただくわけですから、こちらからお邪魔しますって言ってるわけですから、そこにいちいち文句を書き込むことはないのかなと思うんですよ。不満があるなら不満のないところに行けばいいですし、ただですね、口論をして楽しみたいんだったら、そういう口論好きな人のところに行けばこれまたいいと思うんですよね。で、私はですね、特に口論をするつもりはありませんし、いろんな考え方があるんだなといつも思ってますんで、特に私の考え方を信じてくださいねと、私の考え方の通りに生きてくださいねってことはないんですよ。100人いたら100個の理論があります。100個の正義があり、100個の意見があります。私は違った意見が共存していく世の中が、まああってもいいんではないかなと思うんですよ。もちろんそうではなくって、俺の考え方に従えって方もいるんですよ。で、人の SNS に書き込んできて、で、自分の持論展開する人っていうのは、お前の考え方、私の考え方、自分の考え方と一緒になれというふうに言ってるんですよね。デマを流すなとかね、迷惑をかけるような情報を発信するなっていうことは、その人が自分の理論のままに発信してほしいというふうな願いなのかなと思います。でも考えてみればですね、私が例えばね、自分の理屈を話さなくなっても、その方と違った意見を言う人って世界にいるわけですよ。じゃあその人一人一人をね、そういうふうにしらみつぶしにしていくのかなと思ったら、私なんかに関わってる暇がないと思うんで、ぜひね、影響力のある人のところに行って、そこを元から立っていってもいいのかなと思いますよね。そしてその方はこういうことも言ってます。ほら、堀江さんもこんなこと言ってますよと、橋本徹さんもこんなこと言ってますよっていう風にしてその自分と同じ意見、影響力のある人を持ってくるんですけども、じゃあ堀江貴文さんや橋本徹さんとかね、その他いろんな有名人の方がいますけども、生涯で一度も間違った発言をしたことがないのかとかね、生涯で一度も間違った選択をしたことがないのか、そしてこれから間違った発言をする可能性はないのか、これから間違った行動する可能性はないのかって考えたら、何の保証もありませんよね。で、特にね、いい悪いってのは、その時代とか環境とか見方によってだいぶ変わってくるんですよ。同じ人でも、小学校の頃に考えてたことと、20歳ぐらいになって考えることと、そして40代50代になって考えることって、同じ人でも違ってくるんですよね。それは成長とともに見る景色が変わってくることでもありますし、自分の見る景色が変わっていなくても世の中が変化していくんで、やっぱり思考方法とか、それから考え方っていうのを変えていかないといけないってところもありますよね。ある時は原発をみんなで推進していた、でもある時から原発を反対する人も出てきた。原子力発電所っていうのが建設された時に、今のようなね、反対運動っていうのがあったかなとかね、考えてみると、私は分かりませんけどもね、そこまで見識が広くないんで、どうだったかなというところあります。もちろん当時にはインターネットっていう発言のね、場所もなかったってところもありますけどね、そうやっていろいろ考えると、奇妙なことばかり起きているなと思いますね。そしてですね、私、賢い人はどういう人かなっていうことを考えるんですけども、賢い人っていうのは、
賢い人の話を聞きに行く人なのかなと思いますよね。で、賢くない人っていうのは賢い人に相手にされない人なのかなと思うんですよね。賢くない人ってのは賢い人に相手にされないから、賢くない人のところに行って口論を仕掛けるのかなと思うんですよね。ということなんで、もしね、私のところに何か口論を仕掛けたい方がいるとしたら、私は賢くない人間なんで多分気が合うと思うんですよ。で、賢いふりをしたい方はね、ぜひ賢い人のところに行っていろいろとコミュニケーションを取っていただければいいんじゃないかなと思いますね。その人が相手をしてくれるかどうか分かりませんけどもね。まあですから、自分の周りにいる人は自分が投与されているというふうに考えてもいいのかなと思いますけども、これも私の勝手な意見ですね。そうじゃないよっていう方が存在するのもまあ分かります。というのが今日もね、朝の町内会に行っていろんな方とコミュニケーションを取っていくと分かるんですよね。面白いですね。本当に人間関係っていうのはね、多くの方が悩んでますけど、私は人間関係がないんで、あんまり悩みがないんですけども、こういうなんか人間関係がないっていうのも寂しい人生なのかもしれないですね。寂しさ万歳。ではありがとうございます。失礼します。